小笠原県の城から1615年6月3日は、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将。徳川家康の楽園として著名。母は三条氏。本来ならば、六尾の松平忠照の兄にあたるとも言う。洗礼名はディゴン。妻は、近藤修養の娘。息子は創世し、娘二人は、間宮信勝と中川日高美に嫁いだ。 1674年に成立した五皇炭鉱によれば、剣路城の生まれの事情は不明としながらも、家康の性質であった朝日姫の次女、大祭、小さいのうち、大祭に、家康でが月見ごもり、朝日姫の兄である、豊臣秀吉をはばかった家康は、解任したお祭を、家康家臣の小笠原広重次男の小笠原小品守小吉の妻としたとしている。は、 小吉の子として育てられ、長寿て、はずおがさわら氏を継ぎ、六千国を領したとされる。キリシタンに傾斜したため、1612年に、岡本第八事件に連座して、海域、放築された。大阪の陣に際しては、豊臣方として参戦し、徳川家に敵対し、夏の陣の天皇寺の戦いで、同じキリシタンである。 赤島正則の帰化として出陣した者の,の戦死したと、される。剣の城の母、大祭の遺灰は、西市東はず町の明前寺に祀られている。ありがとうございます。